こんにちは。ビッグカメラ有楽町店の百卓です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は注目度の高い Bluetooth ヘッドホンのご紹介をさせていただきますので、よろしくお願いします。一つ目の紹介は、8月の末に発売しましたゼンハイザーのモーメンタム4ワイヤレスです。前作が2019年9月なので、3年ぶりの新作となります。まず、1点目、ノイズキャンセリング機能。独自開発の 42mm ドライバーは音の歪みを最小限にし、すべての周波数帯域を忠実に再現します。フィードフォワードとフィードバック方式を組み合わせたハイブリッド式を採用しております。ノイズキャンセリング用に搭載された4機のマイクでノイズを低減し、歪みを最小限に抑えます。2番目は音質特性。 Bluetooth 用チップとダックノイズキャンセリングの役割を担うもう一つのチップを追加することで、全体のパフォーマンスを効率化し、音質を大幅に向上しました。コーデックには aptX Adaptive を対応しまして、より細かな音の再現性が強化されております。3番目は装着性。アングルバッフル技術によりバッフルの角度を調節し、さらなる広域再生が可能になりました。頭部との接地面を増やし、重量が均等に分散し、長時間のリスニングにもおすすめです。またフラットに折りたたむことができるので持ち運びも楽々です。4、通話性能。再生時間は最大60時間。4機のビームフォーミングマイクを搭載することで通話時の集音性を大幅に改善、自動的に風切り音を抑制、クリアな通話をお楽しみいただけます。2つ目のご紹介はソニーの WH1000X Mark5。 業界最高クラスノイズキャンセリングを搭載したヘッドホンになります。1つ目はノイズキャンセリング機能。8機のマイク信号を統合プロセッサー V1 が巧みに制御、高品質のノイズキャンセリングを実現しています。ドライバーはドーム部にカーボンファイバーコンポジット素材を採用、自然で伸びのある広域と再現性の高い低域再生を行うことができます。2つ目、音質特性。コーデックの LDAC を使えばワイヤレスなのにハイレゾ級の高音質を楽しめます。また DSE Extreme の AI 技術は音楽に合わせてハイレゾ級音質にアップスケーリングします。楽器の音切れなど細かい音の再現に優れています。3つ目は装着感。イヤーパッドは合皮に比べて柔らかく、装着時の安定性に優れたソフトフィットレザーを採用、頭部の形状に柔軟に追従することで締め付け感は少ないのに高い遮音性と快適な装着性を実現しています。4つ目は通話性能。4機のビームフォーミングマイクと AI 処理により騒音の中でも正確な通話品質を実現できます。また右側ハウジングのタッチセンサーコントロールパネルに触れている間、音楽の音量が下がり、周囲の音を聞きやすくするクイックアテンションや、話したい時に声を発するだけで音楽停止、外音取り込みを行ってくれるスピークトゥーチャットなど機能が満載した仕上がりとなっております。本日はノイズキャンセリングヘッドホンをご紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。